ツーオンの方ですけど、巻いてね、ツーオンになってね、相手がやることは一つ、このままナット打った時にこの手でね、相手を牽制するね、でもう一つ、もう一つはこうする時に回り込んで相手がそぼそぼするね、こういう場面テイクアウトの時があるからね、ここね、ね、本来はこうなっちゃいけないんだけども、取った時に、なんか取った瞬間に手がこう回り込んできちゃう、この瞬間ね、ね、ここ不利になるんだけど、ここ利用して、ね、こうなったらこの瞬間にいい、ここさ、速くなっちゃうんだけどもね、前に入ってるんだって、相手を突き上げる、突き上げる、こうなってしまって、ここで不利になるんじゃなくて、ね、こうなった瞬間にもう、次上げれ、今こいつ上げれ、